皆さん、こんにちは。今日は、行いはゆっくり、心はゆったりという言葉をご紹介いたします。最近ですね、本当にこう世の中の動きが、早くなって、いろいろなものがよりスピーディーに、より短時間にというような、社会になりました。それはやはりこう科学技術の発展によるものだと思います。そして、時は金なりということで、1分1秒でも短く、そして、その短時間で、いわゆる最大の効果を上げる、そのような価値観も当たり前のようになっています。しかし、本日のお話では、少し見方を変えまして、行いはゆっくりと、そして心はゆったりということをご紹介したいと思います。当然こう現代人は忙しくて、先ほど申し上げましたように1分1秒大切にしているわけですけれども、ともしますとどこか常に心では焦りが生じている。いつもこう時計とにらめっこして慌ただしく生活をしている。で、そうすると、意外と、手の周り、足元がおろそかになって、簡単なミスをしてしまったり、つまずいてしまったりしてしまいます。ですので、このような、こう世の中が早く、慌ただしく、動いている時代であってもですね、どこかで、自分の行いでは、このゆっくりとしているものを持つことが大切なんではないかなと思います。そして、その時の心持ちはゆったりとなんですね。動きはゆっくりでも、心がどこか慌ただしかったら、それは、こう、心と体が分離してしまいますよね。ですので、ゆっくり動いている時には、それこそゆっくり、深呼吸をするようにして、そして、心持ちはゆったりとする。そうするとですね、この、世の中で、慌ただしい世の中で、厳しい形相でですね、こう、誰かと何かと戦っているような顔つきになるんではなくて、表情も穏やかになるのではないかなと思います。今日は、この、行いはゆっくり、心はゆったりということで、このような生活をしていきませんかということで呼びかけをさせていただきました。ありがとうございました。